2019年28年の選手生活を終え、スター鈴木一郎は引退した。野球に対するそのストイックな姿勢は野球ファンでなくとも印象に残っていることだろう。日本のオリックスで9年間、アメリカのシアトルマリナーズで19年間の野球生活を終えた一郎は、輝かしい成績を残し、世界一の安打製造機という異名まで残した。そんな一郎は表舞台での姿とは対照的に、プライベートではある噂がささやかれている。それは父鈴木信之との不仲説である。幼少期から野球に取り組んでいた一郎を献身的に支えたという父信之。一郎の父との不仲は以前からファンの間では有名だったという。一郎さんが引退した際のインタビューでも、二人三脚でやってきたはずの父信之に対してコメントは一切なかった。また記者も父親に一切触れておらず、明らかにインタビュー前に一郎から NG が出ていたのではないかと言われている。絶縁状態とも言われている2人の間に一体何があったのだろうか。そこで今回はそんな一郎と父信之の確執について解説していく。一郎は1991年のドラフト会議4位指名でオリックスに入団。9年間の日本でのプロ生活の後、メジャーに挑戦することとなる。一郎は日本選手、そしてアジア出身選手として初めて首位打者になり、MVP にも輝いた。また MLB 通算2000安打3000安打もアジアでは一郎だけだ。韓国出身のチュ・シンス選手は2019年時点で1645安打、一郎に次いで2000本をクリアする可能性はあるが、3000本に届くアジア出身選手は当分出そうにない。この記録に代表されるように、一郎はメジャーの歴史に残る安打製造機だった。ダントツの安打を量産しながら高打率をもキープしたのだ。そんな一郎は小学3年生の頃に地元の少年野球団に入団。そのチームは週に1回日曜日の練習のみだったため、平日は父信之が毎日一郎の練習に暗くなるまで付き合っていたという。そんな優しい父信之も高校時代には外野手を経験している。甲子園出場にはならなかったもののベスト4の記録を持っている。幼少期から高校まで毎日べったりで、練習に毎回同行していたという。あまりに毎日来るため、たまたま来ない日があるとみんなから心配されるほどだったという。そんな父に一郎も幼い頃はまだしも思春期には煩わしい思いもしたかもしれない。そしてプロ入りを迎え、一郎が結婚したのを機に、この親子の関係はすれ違い始めるのだ。プロ入り8年後の1999年、一郎は当時アナウンサーの福島由美子と結婚。26歳だった一郎と34歳の由美子夫人は8歳差カップルだった。野球選手は年上の女性と結婚するパターンが多いが、父信之はこの結婚にはあまり肯定的ではなかったようだ。実際あるテレビ番組に出演した際に、2、3個上なら理想的だった、10歳離れたらアウトだったけど8歳差はギリギリセーフかなと述べていたという。公共の場所でこのような発言をされ、由美子夫人も事実とはいえショックだったかもしれない。そして2人の間に子供がいないことも父信之にとっては受け入れられなかったようだ。一郎ほどの才能を持った人物であれば、その遺伝子を残すという意味でも子供を期待する気持ちもわかる。このようなことから夫妻と父信之の間には確執が生まれたとも言われている。プロとして活躍する一郎には CM やテレビ出演オファーが来ることもしばしば。その際の出演料は父が代表を務める個人事務所オフィス一郎に支払われていた。しかしそのオフィス一郎に9000万円の税金の申告漏れがあることを名古屋税務署から指摘されてしまったのだ。これに対して一郎は父信之に対してかなり腹を立てていたようだ。父の失態とはいえ、自身の名前も共に報道されてしまうゆえ怒るのも仕方がない。一郎のストイックな性格からすると、このような適当な対応が許せなかったのかもしれない。一郎は由美子夫人と結婚後は、お金のことは父ではなく全て由美子夫人に任せるようになった。子供がいないところに自身の仕事を取られてしまったため、いい気はしなかったのだろう。さらに一郎が子供の頃から過干渉気味だった父信之は、一郎が大人になっても変わることはなかった。結婚してからも2人の生活にうるさく口出しをしていたようで、由美子夫人にはネギを1本買うのにも領収書をと、まるで姑のように口出しをしていたようだ。さらに一郎に無断で一郎グッズを企画発注販売したりとやりたい放題。このような人間からは
いくらそれが父であったとしても距離を置く他に方法がない。そんな中、さらに暴走は加速する。父信行には夢があった。それは一郎と共に同居すること。2000年に地元である愛知県西春日井郡に2階建ての豪邸を建設した父信行。由美子夫人と結婚した一郎と一緒に暮らすための家を勝手に建設したのだ。当時本拠地を神戸に置くオリックスでプレーしていた一郎が地元である中日ドラゴンズに移籍するという構想まで父信行の頭の中にはあったというから驚きだ。結局一郎は当時神戸で単身赴任しており、この豪邸で由美子夫人は父信行と同居することとなった。しかしただでさえ過干渉な父信行に由美子夫人はかなり苦しんだようで、結局数ヶ月で豪邸を飛び出し神戸にいる一郎さんのもとへ行ったと言われている。父信行の一郎への愛情は本当に深いことは伝わるが、その二人の間に挟まれる由美子夫人にとっては精神的にかなり苦しい生活だったことだろう。さらにこの自宅に併設する形で一郎に無断で一郎記念館まで建てている。カレー好きで知られる一郎が子供の頃に食べていたカレーを再現という謳い文句で父郎カレーなる商品まで売り出していた。一郎はこの父郎という呼称に関してもメディアに露出が多いゆえのものだと考えており、よく思っていなかった。この頃から夫妻はあまり家に近寄らなくなっていたという。特に由美子夫人が訪れることはほとんどなくなっていた。すると父信行はたまには顔を出して事務員にねぎらいの一言があってもいいんじゃないかなどと発言していたという。息子への愛がかなり暴走していた父信行。しかし転機が訪れる。2000年10月、一郎はメジャー移籍を発表する。しかしこれに父信行は猛反対したという。一郎を中日ドラゴンズに移籍させて自分の建てた家で一緒に暮らそうと思っていたのだから無理もない。一郎はそれも踏まえて移籍をかなり悩んだというが、そんな時彼の支えになっていたのは由美子夫人だったという。一郎にとっての本当の支えは由美子夫人だったのだろう。結局一郎が移籍発表をする当日の朝まで父信行は何も知らされていなかったという。2002年、地元名古屋で一郎杯争奪学童軟式野球大会が開催された際に、野球少年たちの前で一郎はこう語った。大リーグ挑戦を父に反対されて辛かったけど、意思を貫いてよかった。自分で決断ができる大人になってほしい。この一郎の発言はスピーチとしては綺麗にまとまっている。しかし一般的な親への感謝を伝えるスピーチとは違い、完全に父信行に対するトゲがあり、二人の間に溝を感じさせる内容だった。しかし父信行は後日これに対してメジャー移籍反対なんて事実無根であると取材陣に明かしているため、真実は定かではない。一郎がメジャーリーグへ挑戦を決めて渡米して以来、一郎は徹底して父信行との関係を断ち顔を合わさないようにしていたという。そんな二人の仲をかろうじてつないでいたのが由美子夫人だった。過去に父信行が記者に由美子夫人からのメールを公開していたように、近況報告などは全て由美子夫人が担当していたようだ。日本に一時帰国する際も由美子夫人の実家には立ち寄り宿泊することもあったようだが、父信行が住む家には短時間立ち寄るのみだったようだ。特に父とは顔を合わさないように徹底していたようで、地元の馴染みの寿司屋にもバラバラで訪れていたという。本当に絶縁状態が続く親子であったが、一郎の引退を機に少し関係が変わってきているようだ。一郎の引退の後、週刊文春の取材に答えた父信行。そこで由美子夫人が今までありがとうございましたと父信行に手を差し出したと明かし、その手を握った時にわだかまりが溶けていく感覚だったと語っている。私は一郎に25までは結婚するなと伝えていました。しかしスポーツ選手の世話をしてくれるのはやっぱり年上女房なんですよと語り、長年真摯に一郎を支えてきた由美子夫人をようやく認める発言も出た。また後日、由美子夫人から彼と日本でゴルフをやってもらえませんか、彼がお父さんとやりたがっていますというメールも届いたと話した。一郎からも不器用ながら歩み寄ろうとする姿勢が見られる。一緒に歩み、そして誰よりも一郎の野球人生を応援してきた父信行。プロ野球選手として大成功した一郎に対する愛情が暴走し、皮肉にも二人の間には大きな溝ができてしまった。しかし父のサポートなくして一郎の野球人生はなかったのだ。スター鈴木一郎の根っこを築いたのが父信行であることには間違いはない。そのことを一郎本人も理解しているのだろう。現役を引退し余裕ができた今、
少しずつ関係を修復できることを願う。